ての車、初めてのサーキットでコースレコードを破れるか。タイヤがやばそう。である私が初めての車、初めてのサーキットでコースレコードを破れるかというチャレンジ企画です。今回の試乗車はこちら、マツダの NB ロードスターです。こちらは本庄モーターパークさんのレンタル車両ですね。実はレースデビューがロードスターだったんですね。なのでファンの愛着ある車なので、今日はこのロードスターと仲良くなっていきたいと思います。タイヤがやばそう。車とサーキットのチェック行ってきます。モーターパークの NB ロードスターはタイヤが難関入ってるので、基本的にタイヤがグリップしないんですよ。だからブレーキングでしっかりしっかりノーズ入れて、楽しかったですね。NB ロードスターっていう FR でリアの旋回を作ってあげて向きを変えるっていう車としてはすごい練習になるパッケージかなって思いますね。で、多分タイヤもこれあえてコストのところもあると思いますけど、グリップしないタイヤを履くことで、初心者の方でも練習になるパッケージを作ってるのかなと思いましたね。それでは本番コースレコードをチャレンジしてきます。
スターのタイムアタックコースレコードを破れるかチャレンジ企画が、終了しました、私のタイムを、発表したいと思います。はい、はい、それではタイム見てみましょう。じゃん、はい、50秒651。はい、コースレコードを破れずという、結果になってしまいました。いや悔しいですね、これちょっと悔しいからここら辺ちょっと消して、あの、そうですね、まああの、まあ、一つだけ言い訳言わせていただくと、まあ、コースレコードを出した時は4月だったみたいですね。で、まあ、私が今日撮影日がもう猛暑日って言ってもいいぐらい暑い7月に撮ってるので、まあ、ちょっとローンと気温の影響が大きかったかなと思いますけど、まあ、それでもちょっと破りたかったなっていうのが、正直なところですね。高野さん、今日タイムアタックするにはコンディションってどうなんですかね。今日はすごい猛暑日になってしまって、はい、路面の温度もすごい高くなってしまっているので、はい、今日はすごくコンディション的には悪かったな。悪かった、はいはい、今回の7月、この暑いローンと気温っていうところで何秒ぐらい差が出ちゃうものなんですかね。ほんま7秒負けちゃったんですよ。あ、そうなんですか。いや、はい、全然すごいと思います。この暑い日で涼しくなったら出かけてください。はい、ちょっと悔しいので、また秋冬になったら、あのコースレコード塗り替えに来るので、その時はお願いします。はい、こちらのロードスター本庄モーターパークさんで、あのいつでもレンタルすることができるので、ぜひ私のタイムとか、まあ、コースレコードに挑戦されたい方はぜひこちらのサーキットに問い合わせしてみてください。それでは皆さんありがとうございました。ちょっと待ってください。はい、のつめさんがロードスターでタイムいい感じになるのは分かってたので、はい、のつめさんにはもっとハンデがないとダメだと思います。ハンデですか。はい、はい、のつめさんが次にチャレンジしていく車はこちらです。ハリア？ハリアでタイムアタックしろと言うんですか。ほう、無理じゃないですか。クラッシュしたら帰れない。